俺俺が兵士をを滅ぼしたの俺の名前を言ってみろそう源義義経義経だよ先に動いたのは義仲の方だったで戦火を大きな戦果をあげたのも義仲の方だったっていうことで義仲が先に上洛京都に行ったんですね。でこの動きを見ておっと思ったのが後白河だったんです。 清盛が亡くなったっていうことで、後白河が幽閉から解かれて、で、そしてこんな状態を見てっていうことでですね、まず義仲に兵士を倒せっていう命令を出しました。 で、っていうことでね、この天皇の法皇の命令がついたって、法皇のお墨付きだっていうことで、この吉仲はもうもう、もうアげアげになっちゃうわけですね。俺がもう認められたんだよ。法皇が認められたんだよ。もう行っちゃうよおって言って、ーンって行って、で、兵士一族とか、あとは元天皇、あのあれですね、あの赤ん坊の天皇、安徳天皇とかがですね、一気に西の方へ逃げてく、あの兵庫県の方にですね、ガッと逃げてくっていことになった。 で、そして、悠々と、その平安京都の中に入っていった義仲だったんだけれども、この義仲の軍隊っていうのが、ものすっごい荒くればっかりで、おお、都に来たぜって、ここがあの憧れの京都そうだ、京都へ行こうって来てみたはいいけどさ、ただ来ただけじゃつばんでよな。おお、ここの町のものは、みんなお前らのものださ、やっちまえって言って、みんなで、乱暴、老跡の限りを尽くしたらしい。 やりすぎなんだよな、これ。やっちゃいけないんだよ、こういうこと。で、これでもう都の人たちが、なんだあいつらは、ね。兵士が治めてて、兵士もとんでもない奴らだったけど、それ以上にあいつらやべえじゃねえかよって言って、もうね、この吉仲へ対するもう不評っていうのがもう不満っていうのがもう爆発してた。で、この様子を見て、後白河は、あ、ちょっと俺やばいことやっちゃったかな。 まあなんか嫌な予感はしたんだけどね。まあでも、兵士を倒してくれるっていうから、ちょっとお願いしてみたんだけど、ちょっとやっぱりまずかったな。あ、頼朝っていう奴がいたな。源の頼朝。むしろあいつの方が正当な後継者だよな。よし、頼朝にお願いすっか。って言って、今度は頼朝に対して、あの基礎義仲を倒せっていう命令を出した。ね。こう、ごらかね、また手のひら返しがね、すごい男なんだよ。この人。 で早速手のひら返しで今度は頼朝に対して木曽義仲を撃てっていうことで命令を出してで遠征軍になりますから頼朝って言われたんだけれども実動隊として義経が動いていって義経が木曽義仲源義仲をいとこを追うっていうことになってで宇治川京都の宇治川の戦いっていうのを起こしてでここで義経と義仲が戦う で、結果は、義経が勝って、ね、この木曽義仲源の仲は、途中で、自害することもできずに、なんかね、沼にはまってそう、足が取られて、で、自害する場所へたどり着くまでに、追手にやられて、亡くなっていったらしい。そんな伝説も伝わっている。で、この義経っていうのが、 これが、義仲と違って、義経の軍隊はものすごく規律が整っていた軍隊で、で、京に戻って、平安京、都に戻ってきて、で、すごく立派だったんですね。 で義仲のあの乱暴狼藉の限りを尽くした様子を見てますからそれに比べて義経さんの軍隊はなんて素晴らしい軍隊なんだ、まあ、軍隊っていうイメージじゃないけどもね義経さんのこの勢力ってなんて素晴らしい人たちなんだっていうふうに言ってでこれで後白河もほっと一安心ですよね。でそしてこの義経は後白河にどん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 近づいていくっていうことにこっからなっていきます。 ただ一方の頼朝、兄ちゃんはこの頃全く別のことを考えていました。頼朝の野望、それは武士による武士のための政権を打ち立てることだったんです。というのもですね、今までっていうのは最初天皇が政権を握っている。で、その天皇周りの 貴族が政権を握る。で、だん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 武士が強くなってきて、武士の世の中、だから平野って兵士って出てきたけれども、でもみんな天皇の権威を何らかの力で借りる形で政治を行っている。俺はそうじゃないよ。俺は武士がトップに立って、その武士が全国を治める。天皇は関係ない。そういう政権を築き上げたいんだっていうふうに、頼朝は思っていたんだ。 で、それがなんとなく実現できるかもしれないなっていう、そういう情勢になっている。なんだけれども、吉経は、ご白川さんが俺のことを見てくれてる。ご白川さんなら俺のことをよく評価してくれるだろうっていうふうに、なんとなくそういうふうになってってるんですね。このあたりが、だん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 ね、吉経よりともおかしくなってくる要素なんですね。さあ、先の情勢を見ていきましょう。 で今度はですねまあやっぱりそんな後白河なんだけれどもやっぱり源氏の棟梁源のトップは頼朝ですからまた頼朝に命令を出すあの義仲を倒したこの頼朝の軍勢なら今度は平氏もみんな倒してくれるだろうってことで頼朝に平氏を討ち取れっていうそういう命令を出しますで頼朝イコール義経ですだからっていうことで義経がまた遠征軍ピャーって言って京都を越えてどん,どん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 西の方兵庫県の方へ行ったんですね で、そしてここから有名な戦いが3つあります。市の谷、屋島、壇の浦。この3つですで。この3つはね、ぜひぜひ覚えておいてください。で、それぞれ有名なエピソードもあります。まずは市の谷ですね。市の谷の戦い。これはですね、日踊り越えの坂落としっていうのがね、これが有名なエピソードとして。まあね、このとのは伝説上の話なんで、どこからどこまでが本当で、どこからが創作かっていうのはちょっと怪しいんですけれども、以上こう言い伝えとして伝わっていることには、兵士、 の軍勢が崖のすぐ麓に陣を張っている。で、急な崖だから、ここから敵来るわけないって言って、兵士たちはこっちに向けてアンテナを張って、こっちから敵が来るんなら来るだろうって言って、そうやって構えてた。で、義経たちはこの崖の上にいて、で、馬をこう乗ってるわけですね。で、地元の人に聞くと、 鹿ならこの崖は降りたことがある。でも人とか馬とかはここから降りるっていうのは見たことないっていうふうに言ったんだけども、吉経が馬をペッと10頭ぐらいですね、こうペッと下ろしてって、あ、なんか生きてる奴もいるじゃん。じゃあ、 いけるよな行くぞお前らつって、ポーって言って、こうやって行って、嘘でしょってね。マジでこれ行くのこんなん行くのでもう60度とかだよ。まあ、あの、多分あれだよ。スキーのさ、ジャンプのノーマルヒル、ラージヒルとかって、まああんなよりも急なぐらいさ、もうクワーって言って、それ馬に乗りながら、数十キロの、30キロ、40キロの鎧甲冑着ながら、いやべよやべマジで行くんすかって言って、こうやって行って行って。でも、ヨシ天才ヨシツネだ。ヨシツネも生き残り、部下の者も,も生き残った者も,もいて、クワーって襲いかかって、なんか 源氏のやつが後ろにいるんだけどなんでポーンって言ってこの奇襲不意打ちを喰らった兵士たちはここで古典版にやられてでここで義経軍の圧勝となったっていうのが鵯越えの逆落としと呼ばれてるやつですねでここで兵士に圧勝したっていうこの義経の功をねぎらう形であの後白河が義経に一つ位を授けますそれが「ケビ医師」「左衛門将尉」 というものだったんです。ね。これは、あの、貴族の称号です。武士なんだけれども、貴族の称号をもらうということになったんですね。ちなみに、この左衛門昭尉の将尉、まあなんかいろいろで読み方がね、神、助、上、左官の上ですよ、みたいな、なんかそういう、ね、日本史のね、あの学校でやった方はなんかあったなって、漢字がいろいろ違うんだけど、読み方が同じなんだよなみたいな、なんかね、そのね、ああ、もうちょっと思い出すって、ね、あるかもしれないけども、この将尉のことをですね、 半眼っていう風にも読んでいて。で、この半眼についた義経っていうことで、義経のことを半眼、 方眼っていう風に呼んでいて、このかわいそうな身なりの義経のことを悲喜したくなるっていうことで、弱い方の味方をするっていう言葉が、方眼びいっていう風に言われるようになったっていうね、それなんですね。この、つまり、方眼、半眼とは、ごしらかわからもらった位だったんですね。これはちょっとあの、トリビアとして覚えておくといいかもしれないですね。で、ただ、この義経がやったこと、 これって、い、まあ、わば闇営業だったんですよ。だって、頼朝がトップなんですよ。頼朝があの、源プロダクション。頼朝プロダクションから派遣されてる人間なんですよ。いわば、この義経っていうのは。 そういう人間なんですよ。なんだけれども、そこの、この、よいとプロの社長、事務所の意向を勝手に無視して、ご白川さんってよくわからないところから、勝手に仕事を取ってきて、で、自分で利益を上げて、で、しかもなんか、もう、完食とかももらう、メダルもなんかもう、勲章ももらいました、みたいな。なんか、そういうこと事務所を話し通してくださいよ。ね、何やってるんですかね、よくあるトラブルかもしれないけれども、そういうことやっちゃったんだね。 頼朝は後白河は一切関係ない形の武士の政権を立てたいと思っているのに義経あいつ全然分かってねえな何やってんだって思ってるわけですね頼朝は。あの義経の野郎このままほっといたら何しでかすか分かんねえぞあいつを謹慎処分にしてやれって言ってなんと一の谷で兵士を倒したその大功労者の義経を 謹慎処分にしたんですね。困ったのは義経です。え兄貴なんでだよ俺だよ俺勝ったんだよ俺がいたから勝ったんだよなんで謹慎なんだよはい後白河さん、後白河さんは俺のこと分かってくれてるのに、兄貴は全然俺のこと分かってくるね。俺のこと分かってくるんだよ。後白河さんの方だよな。っていう、このね、 わかるこの微妙なズレっていうのが、ああ、だん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 顕在化してくるんだよな。そういうことなんだ。ただ、義経が強いのは間違いない。ね。二教徒を言いましたね。 イボ兄弟のもう一人のオリという人物がいました。だからっていうことで次はこのオリを総大将として逃げていく兵士を追っていくっていうことになった瀬戸内海、今の香川県、屋島の戦いという戦いが次起こりました。で、この有名なエピソードとしては、那須の与一の扇の的っていうものがあります。ね、この船から当時の戦いって結構形式美、様式美的なところがあって、ようようれこそは源氏のなんとかである。ようようれこそは兵士のなんとかである。って,言ってこ 名乗りを上げて、そしてなんか儀式を行ってから、さあ行くぞ、レディ・ファイトって、レディ・ファイトは言ってないと思うけど、レディ・ファイトって、ぽぽぽっって戦いが始まるっていう、そういう様式美を備えた戦いだったんですね。で、その中で、ピュっって、こう、さおをですね、こう、先に扇を立てて、で、こう向かってくるわけですね、兵士の一派が向かってくるわけですね。で、あれはなんだあれを撃ってみろっていうことか。 ちょっと俺、やーとか苦手なんだよな。でも、ケだったら俺得意なんだけどよ。俺、やー苦手だからよ。ちょっと誰か、やれるやついないか。私にやらせてください。って言って出てきたのが、那須の余市っていう男で。で、この那須の余市が、ピューって言って、でなんかね、こう、模擬屋みたいなのが本が、ほんに嫌じゃなくて、模擬屋って音の出るやだったらしいんだけど、それをこう、キュッてやって、ピュー 見事に一発で扇の的を行ってみせたというそういう伝説がここで伝わっているのがこれが屋島の戦い那須の与一という人物ですね。でこの屋島の戦いなんですけれども最初は範頼だったんですね。総大将が範頼あの伊母兄弟のもう一人の範頼が総大将だったんだけれどもどうも戦況が芳しくない兵士をうまくやっつけることができないということでこれ困ったなーって頼朝が頭を抱えるわけですね。 ノリ降リじゃダメか。やっぱ義経じゃなきゃダメなのかな。でもよ、あんま義経活躍すると、あいつ、ごしらがと何やってるか分かんないし。いや、それどころじゃねえよ。あんまり義経活躍すると、この戦い終わった後にリーダーになるのは義経だ。そうなったら、俺やべえかもしんねえな。あんま義経に活躍させんな。でも義経じゃなきゃ勝てねえんだよな。今とりあえず兵士を倒さないと。今そんなこと言ってる場合じゃないか。兵士を倒すのが先か。いやでも義経あんま言ってる こういう、よりのこのさいなまれた考えの中で、ついに、よしつねの謹慎を解いた。で、よしつねがリーダーになった瞬間に、よし、俺行っちゃうよみんなついてこいよーおいたんって言って、またこの天才的なよしつねが出てきた瞬間に、 兵士をけじらして勝ちににななっったたとということになったんで、すねでそれで、どん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 鼻高々になっていきます。よし吉のはね、天狗に鍛えられたから鼻高々なのかな <laughs> 天狗に鍛えられ、ね、身も心も鼻高々そんな状況でね、俺だよ俺、俺俺がいるから勝てるんだよ。のりおり兄さんじゃ、ダメダメダメ。俺についてこよ、みんな。源氏の大将はこの俺 ねえっ,ってって、こうやってるわけだ。そんな様子を見て、やっぱり面白くないと思う人間っていうのは、その味方の中にも現れるわけだね。で、そういう声を聞きつけた、頼朝がですね、あの、梶原景時この時、もうすでに、正式に、頼朝、源氏軍に寝返ってました。まあ、寝返ったというか、もう一回カムバックしてきたという感じかな。この梶原景時を呼んで、いいか、景時ちょっと、 義経の様子よくく監視しといてくれあいつこれ以上の話にしとくと本当何するか分かんねえからよろしく頼んだぞ」ピュッて言ってこの梶原景時を目付役としてですね監視役として付けたっていうことをやったんですねで梶原景時がついてみると「やっぱ頼朝さんの言う通りだよあれちょっとやべえよ」って言って一応この梶原景時も義経の配下という形なんです で、一緒に戦って、最後の最後まで戦うんだけども、ちょっとあの、吉経はやべえよなって思いながら、吉経に付き従っていた人だったんだ。さあ、そして、この八島の戦いから一月ほど、最後の局面です。壇の浦の戦い。この戦いは有名ですね。この、源平の戦いの最後の戦いになります。壇の浦。で、ここで有名なのが、発想飛びというやつです。 八艘船をぴょん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 と、吉経がこう身軽な体でぴょん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 と飛び越えてったっていう、そういう伝説のある戦いです。そもそもですね、これ最後、海戦なんですね。海で船を浮かべて、その船の上で見合って戦うっていう、そういう戦いだったんです。で、これを最後の舞台に兵士が選んだのは理由があった。源氏は陸では最強だ。だけれども、海というのは不慣れである。 兵士、俺たちは今までこの海戦というのを何回もやってきた。だから陸ではダメだけど海なら勝てるんじゃないかっていう、そこに逆転の望みを繋いでた。ね、そこに一流の望みをかけてたわけですね。で、これで海戦になって、事実、この壇の浦戦って始まって、最初は兵士側が優勢だったそうです。で、吉連もちょっとさすがにこれはやばいのかな。 と思って、ま、いろいろ戦いがあって、まあ、これもどこまで本当かなんとかっていうね、この兵士の一番強いやつのところに行って、義経が自分でぴゃーってね、あ、行っちゃうよね、俺ね、こう船の上でも、ぴゅって飛び抜くつればいいんでしょって言って、わーっ,つってやって、一番強いやつのところにこう切りかかろうとするんだけど、そいつが強えって、やべえ、こいつには勝てねえって、さすがの義経にも勝てないやつがいるんだな、平良にも。ね平良に勝てねえっていうやつがいて、で、そこで、こいつから一旦退却っていう時に、この発想飛びっていうのはですね、なんか、6メートル。 飛んで、船から船に、6メートルをピョーンって,言って飛び越えて、すごいよね。3、40キロある鎧甲冑を着て、6メートルを走り幅跳び。走り幅跳びっていうか、実質立ち幅跳びだよ。どんだけの運動神経ものすごいやつだよ、こいつは。で、それを8回。<laughs> っていう、そんな伝説も残ってるくらいの、その軽やかな身のこなし。 っていうのを義経が見せて、まあそんな義経の天性のこの強さっていうのもあって、さらにこの時にですね、潮の流れ、この辺りね、関門海峡、文字下関、今のね、下関で起こってる戦いです。めちゃくちゃ潮の流れっていうのが、時間によって激しく変わるっていう、そういう場所だったんですね。で、 この時に源氏に有利な潮の流れっていうのがここで起きてでさあここでチャンスだって、ね、今こそ兵士をぶったけって言ってガーッと攻めてってでもういよいよ兵士はダメだっていうところまでもう体制が消したになったんですね。でそんな時にですね兵士一族は源氏に首を取られるくらいなら自分から沈んでやろうっていうことでみんな受水自殺をしていったと言われています。 でここで兵士は滅亡時は1185年ですでさらにですねこの兵士にはあの天皇家安徳天皇あのね清盛がこうやってね私がじいちゃんだって言ってあの抱えてた安徳天皇が成長して8歳になってましたでこの安徳天皇もですね安徳天皇のおばあちゃんにこう抱えられていいですか海の底にも都がございますから大丈夫です ポーンって言って、おばあちゃんと一緒に受水自殺をしてしまう。で、お母さんの徳子もね、ここにいたんですね。だからもう本当に平家、平氏と天皇家っていうのは一緒に、もう本当に一体となって動いていて、で、この壇の浦でも最後を共にしたっていう、そういうところで,で、徳子もここで受水自殺をするんだけども、徳子だけは源氏の軍隊に引き上げられてっていうことになったんですね。 で、引き上げられたのは徳子だけではなくて、三種の神器も、これも引き上げられました。というのもですね、この三種の神器というのが、天皇家が代々持っていた神器。で、これがあるから天皇家であり、これを持っているから日本を治めるっていう、そういう根拠となっているっていう、そういうものですね。だから、これを回収して、源氏のところへ、なんだ、天皇に返す。で、その返された天皇を自分たちが支配する。 これこそ、源氏が日本を支配するっていう構造の根拠にしたいっていうことでですね、この三種の神器に頼朝はすごいこだわってたわけだ。だけど三種の神器も一緒に沈んじゃった。ポカ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 。一個浮かんできた。箱に入ってたんですね。ちなみに三種の神器っていうのは、剣と鏡と曲が玉。この三つです。で、そのうち曲が玉が木に入ってたっていうことでですね、ポカ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 。曲が玉が浮いてたぞ。 剣と鏡尼、ね、さん尼をいっぱい呼んできてそれでそ海底を探させたなんと鏡は見つかった <laughs> すごいよねすごいいっぱい広い中ででもこの辺にあるはずだっつって鏡はなんと見つかったただどれだけ探しても剣は見つからなかったこれね「雨の村雲の剣」とか「草薙の剣」とかっていうふうに言われますけれども剣はついには見つからなかった だからっていうことで、今後ですね、レプリカをもう一回作り直して、で、そして、天皇家の象徴にするってことになっていくんですけども、ともかく剣を失ってしまった。これは義経の失態なんじゃないか。っていうふうに思ってたのが、お目つけ役の梶原景時だったんですね。で、この段の裏でも義経も勝手なことやってました。もう俺が行っちゃうよ。ってお前にも行こいよ。ね、俺こんなの組んなんか飛んじゃえばいいんだよ。で、戦って,って終わったら、俺、俺。 俺が兵士を滅ぼしたの。俺の名前を言ってみろ。そう。源の義経義経だよってやってたんだよね。これを、頼朝にちくったんだよ。頼朝さん、義経はやっぱダメっすよ。あいつに任せてたら、この演じ一族どうなるかわかんないっすよ。頼朝がそれを聞いて決意するわけですね。よし。もはや。 いた方あるまいって言って、頼朝は決心します。義経は、もはや、源氏一族の味方には置いておれないって言って、こんな兵士を倒した最大の盾役者ヒーローを、ここで敵扱いするんですね。で、その頃、義経は、壇の裏で勝って、で、兵士たちの中で生きてる捕虜がいましたから、その捕虜を引き連れて、 頼朝がいる鎌倉もう鎌倉に頼朝が陣営を張ってますから鎌倉へ戻るっていうことをしてたんだけれどもその過程でとある関所でパタッと止められて義経さんこれ以上通すわけにはいきませんなぜ頼朝が止めてたんだねでそこで義経は結局鎌倉に入れずに追い返されるっていうことになった。 で、この追い返された場所が腰越えっていう場所だってことで、ここでね、単眼状を書いたんですね。通称腰越え状って呼ばれる単眼状。兄貴分かってくれよ、ね。俺は兄貴のために兵士をぶっ潰してきたんだよ。ね、一郎谷でも勝ったし、八島でも勝ったよ。壇の浦でも勝ったよ。ね、俺兄貴のためを思って、兄貴が立派な政権を立てられるようにっつって、俺頑張ってきたのに、なんで俺入れねえんだよ。せめて一目合わせてくれよ、兄貴ってって書いたんだけど、認められなかった。結局、義経は、 このまんま、腰越えを引き返して、また京都の方へと戻っていくことになった。頼朝の決意は固かったんだな。で、このあたりでですね、後白河がまたシャシャリ出てきます。後白河はまだ生きてるんですね。で、京都に戻っていった義経軍隊が実際強いのは義経なんです。腕っぷしが強いのは義経で、あの自分を痛めつけていた兵士を倒してくれたのも義経なんだ。だからっていうことで、 今や、頼朝と義経が、た元を分かっている。で、そんな中で、後白河は、義経の方が強いから、よし、義経、お前が頼朝を倒せ。俺が補助してやるから。って言って、頼朝、義経に頼朝討伐の命令を出したんですね。 よーしっ言ってね。俺が天皇の、法王のお墨付きもらっちゃったよ俺、ヨシツネ。みんなわかるよね俺が源のヨシツネ。さあ、ついてくる。兄貴を倒すよしシーンとしてるわけですね。なんと、この時、後白川のお墨付きがあったにもかかわらず、このヨシツネの あとについてくる人間っていうのがすごく少なかった。もう頼朝っていうものが政治をうまくやっていて、この頼朝が強いということが分かってたんですね。まあ、というのも、この時代やっぱり家系というのが重視される時代だ。源氏の僧侶は頼朝なんです。確かに武功を挙げたのは義経かもしれないけれども、源氏のリーダーは頼朝なんだ。その頼朝に歯向かう。何の理由でということで、 義経についていった人は少なかったさらにこの頼朝がですね後白河のところへ使者を向けます「後白河さんあなたはご自分のやってることは分かってますか頼朝を討てと命令されたそうですねそれでよろしいんですか?」。 ってって圧力をかけてでそれを聞いた後白河があ,あ,あのああですねあの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 ですねまああのあのあ、ね、のちょっとあの間違っちゃったの、ね、あのあの、まあ、確かにあの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 さん、ね強いねまあの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 です,か間違いですあの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 あさんがあのさんを撃てっていうそういう命令出したかったんですあれは間違いでしたはいのあ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  倒してくださいすごい手のひら返しもう、あるこういうやつっているよねでもでもこの天皇で、法王も、ゴシラカーもゴシラカーで大変だったと思うこの時代。自分がなんとか生き残るためにですね。でもこうやって手のひら返し、俺あんまり好きじゃないこういうやつこう手のひら返し、手のひら返しで手のひら返しを返して、結局、頼朝に義経を倒せという、そういう命令を出したんだ。ゴシラカーが。 で、この後白河の命令を受ける形でですね、ただ頼朝、ここで、よっしゃ、分かった、よ瀬に倒しに行くってやらずに、ここで後白河に言ったのが、これが頼朝の賢いところだね。じゃあわかりました、後白河さん。私やらせていただきます。つきましては、全国に収めやすいように、警察署と税務署を建てさせてください。っていうふうに言ったんですね。で、この警察署が当時の言い方で守護。そして、税務署が自党 まあ、税務署というか税務官ですね人の名前ですね仕事自当はだから警察と税務官を置かせてくださいっていうふうに言ってでこれを自分が直接任命できる形にしてそうして全国でうまく自分の軍隊だったり政治だったり経済だったりっていうのを回せるようにしてそうすれば義経討伐もはかどりますから。 っていう、そんな名目で、この守護自頭っていうものを置いて、これで鎌倉幕府の基礎が出来上がった。だからこの時に1185年で鎌倉幕府が実質の成立。だから今、いい国作ろう鎌倉幕府じゃなくて、いい箱作ろう鎌倉幕府とはよくわからないよ。言葉が言われてるっていうのはそういうことなんですね。さあ、そして困ったのは義経だ。義経は兄貴に追われる形でどん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 逃げていく。そうして逃げていった先は、 やっぱり欧州藤原氏平泉だったわけですまたも東北へ逃げていってそしてたどり着いたであの三代目 j ソ o ルブラザーズの秀衡がいるわけですねで「義経さんよくぞご無事で」ってってねこう会って「<laughs> 俺兄貴にも見捨てられちまったよ <laughs> 俺が頑張って戦ったのになんでだよ <laughs> 秀衡さんちょっとまたお願いしますよ」って言ってかくまってもらってただ2年後に秀衡が亡くなってしまったんだ で、この秀平という男は、どこまでも義経のことを守ろうとしていた男で、息子にも遺言で伝えていた。いいか頼朝の権力が今強くなってるけど、俺たち王中藤原氏は絶対に義経さんを守るんだ。お前も義経さんを最大限にサポートしろよ。いいなって言って倒れてた。そして四代目、肝冷すの康、安平という男が、あの、実権を握るということになりました。 ただ、ここで頼朝がこの安平に圧力をものすごいかけてきた。安平よ。いいか。義経を倒せ。そうすれば、お前が欧州を支配するというこの形は存続させることを約束しよう。いいか。義経を倒すんだぞ。いいな。って言って、圧力をかけてきた。安平は、昇進者だったんですね。あ <laughs>、親父が言ってたけどよ。 よりとさん、マジだよ、あれ。よりとさん、怖えもんって言って、吉経に軍隊を差し向けちゃったんだ。で、まあね、首をかかれる形でですね、吉経はもうどうしようもなく、あの、弁慶と共に最後の戦いの中で、で、弁慶と最後に言葉を交わして、弁慶、今までありがとう。そしてすまなかったな。って言って、 義経が一足先に逃げて、弁慶がそこで守る形で、ぷーって無数の矢を受けて、立ち往生。矢を刺さったまま、立ったまま絶命。弁慶の立ち往生。そして、義経ももうすぐ間もなく、自分の家族を殺して、そして、自害。1189年、場所は衣川というところで亡くなったと言われています。31歳。 数え年で31歳で亡くなったんですね。だから結構若いですね。壇の浦とか戦ってた頃ってだから24、5、6ぐらいで戦ってた。20代真ん中ぐらいでこれ戦ってたんですね。だからすごく若くして戦場を駆け抜け、そして兄貴と反目して、そしてやられていってしまったという、そういう悲劇のヒーローとして伝わっている人です。 さあ、ということで、義経の人生見てきました。いかがだったでしょうか私思うのは、結局この義経という人物は、最後まで大人になりきれなかった、子供の、ある意味、ちょっとガキンチョのまま死んでしまった、そういう人物だったんじゃないかなと思います。見た目は大人、心は子供、その名は源義経 <laughs> という感じですか、まあ、ただね、しょうがない部分もあったのかなと思う。というのも、 結局、誰にも認められないまんま死んでいったんですよね。人間っていうのは、承認欲求っていうものすごく大きな欲求があります。誰かに認められたい。誰かに褒めてもらいたい。誰かに分かってもらいたい。そういう思いですね。結局、兄貴にも分かってもらえず、後白川にも最後分かってもらえず、で、そして、欧州平泉の末裔の安平にも、 猫病をかかれる形で最後やられていった結局誰にも分かってもらえなかったね。ただよりともにもよりとの都合があったわけだよね 義経がやったことっていうのを全部認めるっていうと、義経が強くなってくるってことで、義経がリーダー、源氏の統領は義経だってなっちゃうっていう可能性もある。その自分の身の危険っていうのもあるし、何よりも自分が思い描いている武家政権を打ち立てる、天皇は関係ないっていうふうにやりたかった。そういう広大な構想を立ててる上で、義経が後白川とすっごいこう輸着して、だん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 天皇家に取り込まれてるようなそんな動きをしてったっていうことを、やっぱり認めるわけにはいかなかった。 だから、頼朝も、つえい義経、あいつのおかげで兵士を倒せるっていうのは確かなんだけれども、認めるわけにはいかないっていう、頼朝側の事情っていうのもあった。うん、まあ、だから、この大きな変革の時代の中で、起こってしまった兄弟のすれ違い。 っていうことだと思うんだけれども、でもやっぱり、吉瀬、ね、うん、もう少し、どこかで政治の何たるかっていうのを少しでも分かるっていうことがもしあれば、違う未来もあったんじゃないかなっていうふうに考えると、結局、武力が強いだけでは最後、破滅に行ってしまう。ね、そう、あの、世界でも、世界の歴史の中でも結構あるんです。最強の軍隊を持っている、最強の腕力を備えていながら、 勝てば勝つほど破滅に近づいていってしまう。そういう人物っていうのはいるんです。有名なところだとナポレオンとかがそうですね。ああいう人っていうのも最強の軍隊でどん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 突き進んでたんだけども、勝てば勝つほど破滅に近づいていく。 そういうことっていうのが本当によくある。義経も勝てば勝つほど、頼朝の不信感を買い、そして梶原景時に作られる形で、頼朝と反目することになり、そして最後は身を滅ぼしたという、そういう人だったんですね。 というところで、武力に自信がある、あるいは何か自分に手に職、これに自信があるという、そう思っている時こそ、何か他にも理解すべき大事なことがあるんじゃないかな、改めて落ち着いて確認してみるっていうことの大切さ、そういうことを、吉経は人生をもって教えてくれてるんじゃないかなと思います。 ということで、今回、源義経でした。次回は、鎌倉殿の13人。これ一体何なのっていうような、そんなお話をしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。